ます。今日は12月18日です。昨日からの雨はちょっと荒々っぽくて、山には霧がかかっています。そして我が家の作りには美味しそうな朝食が広がっています。ではどうぞ。ということでね、今日はここね、森の中なんですけど、実はね、今日は長野県の南部にあるね、アデラ渓谷っていうところにね、来ていますね。アデラ渓谷というところに来ています。で、僕のポトシンチャンネルって、大体こう北部の方、長野県の北部とか、あとは北アルプスとかをね、メインで撮影してるんですけれども、ちょっと後ほどまたちゃんと紹介しようと思うんですけど、基礎を、ね、代表する風景写真家、ね、の方なんですよね。ちょっと今日はね、こんな感じで緩い感じで、この皆様と一緒に、撮影に、ね、回りたいかと思いますので、フォトシンチャンネルってあんまりこう誰かと一緒に行くってことはないので、本当に今回僕自身もすごい新鮮で楽しみにしておりますので、今日はね、皆さんにそんなようなところもちょっと楽しんでいただければと思います。ということで、ちょっと前置き長くなったんですけど、今ね、ちょっとこうアデラ渓谷に行く途中で立ち止まったところでね、すごい美しいところを見つけたので、カメラをセットして撮影をねしています。で、この山がね、このアデラ渓谷に行くところってこう覆い重なるようになっていて、その谷間をずっと車で通っていくような感じで、で、今朝は結構雨がすごかったので、そんな雨の影響もあってね、雲がいい感じにこう漂っていて幻想的な雰囲気になっているので、ちょっと今日はそんなところをですね、最初に撮影しようと思っています。結構周りが雑多なので、広角で撮るとちょっとなんかいろいろ騒がしくなってしまうので、もう今回望遠レンズでかなりズームして、本当に印象的なところだけをこう切り取るような感じでやっていこうかなと思います。今僕の後ろにもね、結構いい感じで光も当たったり、ガスがね入ってきたりしてよかったんですけど、ちょっとここにいながらいろんな角度を撮ったりしてね、行こうかと思います。ということで、今日はね、この基礎のエリアをですね、こう回っていこうかなと思いますので、面白い人もね、いるのでぜひ楽しんでいただければと思います。とりあえずじゃあ1枚目はこんな感じです。
めっちゃ撮られてる。はい、ということですね、今日はフォトシンチャンネルにですねゲストが来ていまして、こちらのねお二方になります。普段僕はねだいたい一人で自然の中に行って Vlog やってるんですけど、今日は木曽にご在住のこちらの池田国際さんと一緒にこういった形のね自然の中をねちょっと案内してもらって来ています。ちょっと簡単にですね、多分初めての方もいらっしゃると思いますので、この池田国際のね自己紹介をしていただこうかなと思いますので、お二方お願いしていいですか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、池田です。私たち木曽に住んでいて、主に自分は、風景写真とか、ネイチャー系の写真を撮るのが好き で妻の方はフィルムカメラを使って、ポートレートとかそういうのをね、ファインアートみたいなやつを撮ってます。で、フォトシンさんの住んでるのは長野県でもめちゃくちゃ北の方で、我々が今いるのは木曽っていう、本当にね、こうなんて言うんだろうな、新潟と愛知ぐらいのね、言ってしまえばもうそんな感じの結構離れてるんですけど、それぞれあんまり交流がないっていうのもあって、今回木曽に来てもらったんで、せっかくだからね、木曽の魅力を楽しんでもらいたいなって思ってます。で、木曽の魅力っていうと、やっぱりねこれ見てわかるように人がいない、圧倒的に静かで、人口がいないですから、人口少ないですからね。そうなんです。だからね、もう平日なんか来ていただいたらもう貸し切りです。一応ね、アテラ渓谷ってこう観光地なんですけど、駐車場にもね、我々の車しかなくて、誰もいなかったですね。なので、基礎に来たらね、もう本当に貸し切りですわ。なんでね、皆さんぜひ写真撮りに来ていただければ、本当にね、静かに楽しめるかなって思います。お願いします。お願いします。はい。あさみさんなんか。こっちですね。なんか付け加えてなんかあります？なんか女性の目線から見る基礎とかこういう感じなんですか、この草。こういうも自然の中もすごく素敵なんですけど、純粋に観光していただくのも楽しいと思っていて、宿場町もたくさんありますので、街歩きとかもしていただきながら、こういう自然の中にも入っていただけたら、どんな方でも楽しんでいただけるのかなっていうのを思います。なるほど、ありがとうございました。という感じで、なんか基礎来ても、すごい感じたのは、ね、やっぱ人がいないので、僕のチャンネルって大体人いないところに行ってるんですけど、僕自身もそういうのを大事にして、風景写真っていうのをやっているので、やっぱその自然との対話とか、そういったものを大事にしているので、こういった環境ってすごい貴重だなっていうふうに思ったんですよね。なので、ちょっと遠いんですけど、さっき言った感じで、かなり遠いんですけど、またね、ちょくちょくとこの南信の基礎の方に、ね、足を込んでね、これから撮影したいなっていうふうに思ってますのでね。ぜひですね、そんな動画もこれから南信に行く動画もね上がってくると思われますので、だいたいこういう夫妻が出てきますので、また池田夫妻をよろしくお願いします。で、概要欄にね一応このお二方の本当に素晴らしい写真撮ってらっしゃいますので、リンク貼っときますので、ぜひですねそちらの概要欄の方でインスタグラムとですね、リンクから見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日まだねしばらくまだ時間あるんで、こんな感じで静かな環境なので、撮影というか、こういった自然の中を楽しむようなね、いつも通りの感じでやっていきたいかと思いますので、じゃあ行ってきます。はい、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。
寺橋、はいはい、結構メジャーなその、はい、撮るためのスポットなんだけど、まあ、こう川があって、はいはい、実はこのダムになってるんで、はいはい、ここリフがなあ、ここ、はいはい、あの風がなければ あここもいいですね。このリフが期待できるんですね。なるほど。今あの川も見てもらったら、はい、そっち側は結構こう風がこう来てるんだけど、はいはい、あ向かってこうこっちサイドというか右側って結構あの穏やかですよね。割と穏やかなんですよね、はいはい、なんでこの辺でちょっとこうなんだろう構図を決めちゃえば、そうですね、あこの辺抜けてるな、リフるんですよね、うん、抜けてるね、風がなければそうこの辺を次はこう、あこの辺、あいいですね、あ本当だ、この辺はこうリフる可能性が、なるほど、まあ、まだちょっとね時間あるので、はい、最高スポットを探して、そうですね、こういう水たまりでもいいや。でちょっとねアルプスも綺麗なんですけど、そのねアルプスの下にとあと町の間にできた雲が作っているその影が山肌にねこう映っていて、光が当たってるとこと当たってないところのその感じがねすごいね綺麗なので、全然この基礎っていう感じじゃないんですけど、でもこう山の入り組んだ感じのところにそういった光とこう影の、まあものができていて、まあ、非常にね美しいので、ちょっとアルプスを撮る前にそれをね1枚ちょっと今撮っていますっていう感じで、こんな感じです。ちょっと待って、ストップウォッチ忘れた、やばいよ、やばいやばい、どうしよう。ちょっと待って、ちょっと待って、本当にやばい、3分用意、はい、わ雲崩れたな、やばいやばい。ちょっとねガスがあまりにも濃すぎたので急遽ね場所を変えますね。本当はあんまこういうやり方良くないって言われちゃうけど、もうこういうのがいいですよね。良くないですけどね。良くないです、そうらしいです。でもね池田さんのお父さんね、ご自宅のお父さんに聞いたら下は完璧に見えてるということなので、まあそういうエビデンスがあるんで今日はねもうかけちゃいましょう。こんな感じで本日の終盤はドタバタのフォト新劇場となり、久々に Vlog が追いつかない事態となりました。車内は大人たち3人がガヤガヤ新発売のゲームを買いに行く子供のようなすごく楽しそうな模様でした。あの雲の下に行けばきっと見れる、そう願って車を走らせました。まあリフの角度はつくからね。あの橋のことですか。バラ、そうです、やばいやばい、絶対見えるやな、パララックスが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 あるんですね。そしてそこで待っていたのは黄色に染まる中央アルプスとそれを映し出す木曽川の姿でした。間に合って本当に良かったです。こんなに腹の底から笑って楽しい撮影は初めてかもしれないと、フォトシーンはこれまでで撮影でなかった大切なものを感じました。池田ご夫妻本当にありがとうございました。最高に楽しかったです。そして木曽は本当に美しい。また来ます。Vlog にねちょっと参加していただいたんですけど、
ぶっちゃけどうでしたかね。ぶっちゃけ、うん、はい。なんかやっぱ、うん、結構大変だね。そうですね。まあ写真も撮るんだから、はい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 、動画も撮りながら、そうですね、いろいろやらなきゃいけないのが結構大変だなっていうのもあるし、はい、まあなんでしょうね。まあ天気があんま良くなかったんで、その絶対的な絶景みたいなのもあまり出会えなかったっていうのが結構今日ちょっと残念だったけど、まあでも逆にフォトシンチャンネルっぽかったかな。そうです、ね、ある意味、はいはい、この確かに何にもない森とか、はいはい、特に何でしょう、その中で良さを見つける、はいはい、すごい良かった、ね、よく楽しかった。ありがとうございます。なんか純粋にこう楽しんでる様子が、はいはい、こう一日通して見れたので、なんかその動画の中だけじゃなくて本当にその場所に行ってそこをこうどうやって楽しむかっていうことを学んだ気がします。なるほど、教えていただきました。いや、そうですね、ありがとうございます。なんかでも本当バタバタしちゃって撮影しなきゃいけないけど、その撮影するまでの様子も Vlog で撮らなきゃいけないっていう感じで、まあ今でこそちょっとまあ慣れてきたのでそこに対するストレスって感じなかったですけど、もうそれも今流れとして、全体の流れとしてやってるから、最初の頃はね結構それで自然楽しめないみたいなのもあったんで、結構フォトシンチャンネルって、うん、あのなんていうかサイレントなイメージが、あーそうですか、悪いってここ雑さみたいな、まあそうですね、イメージがあったんだけど、はい、結構なんか笑いが多いんだそうです、皆さん実は笑いが多い収録になってるんだって、ね、結構意外だった。めっちゃ甲高い笑い声が多分多かったかもしれないですね。まあ多分それはね、正弘さんのせいなんでしょうね。あの感じがね、やっぱ終始あると。でもそれって自分一人で撮影に行った時意外と分かんない。あ、まあ分かんないですね。でもまあ確かに出てるかもしれないですね。その、うん、ヘラヘラしてたりとか、あとは、あ、やばいやばいみたいな感じで撮影してる時ってブツクさん言うじゃないですか。今日言ってました。言ってました。めちゃくちゃ言ってました。あんまね、それちょっと多分、はい、今の段階でまだ編集というか、あの、なんていうか、まあまあ、プレイバックしてないから、まあそうですね、分かんないんですけど、多分言ってないと思います。はい、ちょっと待って。ちょっと待って、本当に言ってますか。あの証拠ちゃんもあるから何も言ってない、静かに写真を撮ってたイメージが結構あるかな。今日ね、ちょっと思った、うん、印象として思ったのって、はい、多分一人で写真撮り、うん、まあ一人じゃなくても、はい、写真を目的に例えばさっきみたいに峠に登ったりすると、はいはいはい、もう雲入ってきちゃったらもう無理だなっていう感じになるんだけど、まあねうん、Vlog してるせいというかおかげというかで、はいはいはい、なんか成果を出さないといけない。それは一応いやまだあんまいいとこ行ってないし、はいはいはい、どっか行かなきゃみたいな意識になったような気もちょっとあって、確かにそれ面白いなって。あ、確かにそうしないと一日そのままね、うん、そう写真になったらもうなかったことにできるんだけど。そうですね。あのやっぱあの時点で僕もあこの後どうしようっていう気持ちにはなりましたね。最後にもう一枚ぐらい撮るカットが欲しいっていう、まあこの裏話なんですけど。そういう心境になったので、まあ、でもそれがまたね行動というか次なる行動とあとは探求するというか何かを見つけようっていう、まあ、それは別に無理やりじゃないけども自然に何かを追い求めるそういう原動力にもなったりするんで、それはなんか Vlog しててなんか、まあ、副作用みたいな感じですけど、うん、いい副作用、副作用っていうのかな、まあ、そういう作用なのかなっていうのは、うん、思います。結構なんか、うん、外国にね撮影に行ったりすると、うんはいはい、定番スポットとか全然知らないんだけど、はいはい、今晴れてるからとか、あそうですね、今紅葉、はい、紅葉じゃない、オーロラが出てるとか、はいはいはい、あの、うんうん、時に、うんうん、あの追いかけて撮ったりする時が、はいはい、そういう時に、うん、なんか判断っていうか、うんうん、あここここみたいな、はい、あここにも車入って止めます、はい、みたいなところが結構、はいはい、意外と良かったりする。そうですね。でも決めていくとそこしか撮れないし、うんそうですね、定番になっちゃうので、はいはい、そういう意味では。そうね、結構良かったんじゃないか、うん、最後のとこなんかあれその画角あるんだみたいな。そうですね、結構ね、いや本当そうです、そんな感じだった。はいはいはい、 いや確かにそういった面ではね、なんかその枠にとらわれず、うんうん、与えられたものにこうフレキシブルにこう対応していくというか、うん、そういう感覚でやっていくとまあよりなんか、まあ、楽しいですよね、うん、単純に楽しい。楽しかった、うん、今日はもうね実はもう前乗りで
2日目なんですけど、はいはい、すごい楽しかった昨日の夜もバンバンすごいでしたね。いやー最高に楽しかったですね昨日の夜も。ちょっとおんちゃん騒ぎでしたね。1時、2時、3時でしたね。3時までやって、今朝もう雨降るっていうことを言い訳にもう10時ぐらいまで寝てましたまあでも実際、まあ、まあまあよかった、うん、楽しかったです。やっぱりね、長野県以外のところの人って、うんうん、まあまあその県民とか性とかよくわかんないですけど、はいはい、割とこうカメラやってて、うん、風景写真とかネイチャーやってる人たちって、うん、あの SNS とかで割とこうみんな仲良く一緒に撮りに行ったりしてるじゃないですか。でそういうのは結構ね、うん、ないんですよね。あ、なるほど。なくないですか、まあそうですね、長野県の人たち同士でやるってなかなかないですね。結構ね、新しい感じだったなと思いましたけどね、うん、はい、そうですね。いや本当に僕も寂しかったんで、今まで、うん、あの木々たちと一緒に話すことが多いので、そうそうそう人と話すことのなんかありがたさで、うん、温かみをかったよ、ね、すごく感じれたので、すごくよかった、はい、非常に楽しかったなと、はい、うん、じゃあちょっとそろそろね、まあ、こんな感じで、ね、ゆったりとして最後反省会みたいにしましたけど、うん、またフォトシンチャンネルはですね、こういった、まあ、ほとんど北進とかあとは北アルプスとか行ったりするんですけど、また木曽とかね、南進の方って本当にまだ未開拓な地でもあるので、僕にとっても、まあ、そういったところに足を運んで、まあ今日行ったみたいな自然も豊富だし、あの本当に自然とこう一緒にこう語ったりとか、まあ、写真を撮ったりとか、人がいないところでそういうことを楽しめる本当にいい場所だと思ってるので、まあ、ぜひですね、なんかこう、もう最近人混みに疲れたなっていう方とかね、いらっしゃいましたら、この誰もいないね、今日誰とも会わなかったですもんね、そう、まあ、の基礎とかに来るとあの非常にいいかなと思いますので、本当に心からね、おすすめできる場所だと私も思っておりますので、まあ、そういった、ね、動画もまたどんどんね、あの積極的に基礎に来て、この人と一緒にあのこの池田夫婦さんと一緒にあのまたね、動画やれればいいかなと思ってますので、うん、真冬がね、真冬がいい、うん、そうですね、また次の時期とかね、うん、行きたいかなと思いますので、またそんな時はよろしくお願いします。お願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、フォトシンチャンネルね、反省会になりますが、お付き合いいただきありがとうございました、また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた、はい適当な